結婚式の話どうなった？明日式場見に行く？うん。式場もそうだけど、明日はカニ食べ放題に行きたい。ごめん。カニは食べられないから別のにしよう。え？食べられないってどういうこと？前にも言ったよ。俺、甲殻類アレルギーなんだよ。え？甲殻類って、アレルギーとかしんない。気合で食べればなんとかなるっしょ。カニとかエビとか食べられないんだって。大人なのに好き嫌いしてどうすんの？好き嫌いとかじゃなくて、体が受け付けないんだよ。食べたら、ジンマシンとか出るから医者から止められてるんだよ。ってことは何？私たち結婚しても、私カニとエビ食べられないってこと？別に食べたらダメってわけじゃないよ。アイカが食べてる間、俺は別のもの食べるってだけだから。簡単に言わないでくれる？料理作るのは私よ。あなたのアレルギーのせいで、私の料理の手間が一つ増えるじゃない。それは本当にごめん。離婚よ離婚。こんなんじゃ一緒に生活できない。え？本気？本気よ。いや、婚約もしてるし、両親の挨拶もちゃんとしてるし、今さら婚約破棄だなんて無理だよ。無理無理。そんなに食事に制限ある人となんか暮らしていけない。え？だいたい俺が甲殻類アレルギーだってことは前にもちゃんと言ってあるよ。知らない。そんなの聞いてない。わかったよ。本気で結婚しないんだな。うん、絶対しない。しても苦労するだけ。了解。かなり納得いってないけど、愛華がそこまで言うなら無理に結婚しても無駄だもんな。そうそう。あと親に会うとかいらないよね。めんどくさいし。そっちがその気なら俺ももういいわ。はあ、なんでこんな奴と婚約なんかしたんだろう。それはこっちのセリフ。もう二度と連絡してこないでね。するわけないだろ。ほんと時間の無駄だったわ。それこそこっちのセリフだよ。はいはい。ほんとがっかりだわ。ねえ、今ちょっといい？なんだよ。もう連絡してこないんじゃなかったのかよ。やっぱり私と結婚してくれない？は？どういうことだよ。ねえ、お願い。やだね。なんでよ。一度は愛した女でしょ。いや、逆にこっちは一度裏切られてるんだよ。言いたいことはわかるけど、どうしても私と結婚してほしいの。なんでまた急に結婚したいだなんて言い出したの？私にはあなたしかいない。理由になってない。一度振ったくせになんでまた寄り戻したいの？結婚ってそんなに甘いもんじゃないんだよ。ごめんなさい。正直に話すわ。実は私、あなたの他に婚約相手がいたの。その人と結婚するって話になってたんだけど、いきなり連絡が取れなくなっちゃったの。は？それマジなの？ね、すごくかわいそうでしょ？だからね、こんなかわいそうな私を助けてほしいの。いや、かわいそうとかじゃなくて、お前二股してたのかよ。うん、でも今はあなた一筋よ。いやいや、ありえねえわ。だから無理やり言い訳作って婚約破棄なんかしたのか？そりゃそんな風に言われたら何も言い返せないけど。お前本当にバカなのか？そんなこと嫁になる相手に言わないでよ。いや、結婚しないから。なんで？私たち婚約してたじゃん。それをお前が破棄したんだろ。結婚どころか慰謝料請求だぞ。冗談だよね。冗談じゃないよ。アレルギーが原因で振られるのはまだ仕方ないかもしれないと思ってたけど、実はフェイクで他の男とも婚約してたとか最低だぞ。十分慰謝料請求できると思う。私今お金もないし、心だって傷ついてる。そんな相手から金奪うとかどうかしてるよ。なんで被害者面なんだよ。お前は婚約相手がいるにもかかわらず他の男とも婚約してた女だぞ。仕方ないでしょ。どっちも好きになっちゃったんだから。しかも向こうに振られたから俺を選んだんだろ。絶対許せない。覚悟しとけ。やだ、お願い許して。私にはもうあなたしかいないのよ。お願いだから。この後すぐに弁護士事務所に相談をして、婚約破棄に対する慰謝料請求の手続きをしました。愛華には連絡しても全く返事がありませんでしたが、それだと慰謝料がこちらの言い値になってしまうぞと言うとすぐに顔を出してきました。ちなみに愛華のもう一人の相手は今回の慰謝料請求の話を聞きつけ、
自分も愛花に慰謝料請求すると言い出した。少しかわいそうにも思えたが、これも自分の蒔いた種なので仕方ないことでしょう。前回僕の声が気持ち悪いという声が非常に多かったので、今回別の方に依頼しました。皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。